長大鳥は、新末、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、中華民国の初代先生都督を務めた。字は、小発、先生小聖安文名、みな、ネイ県の出身。本願は、河南省南洋府水心要件。年少時に秀才となった。しかし、軍人の道に転じ、1902年、先生陸軍部美学堂に入学する。 1904年に卒業し、完費で日本に留学した。日本では東京新武学校を経て、陸軍士官学校で学ぶ。日本留学中、一度は中国同盟会に加入したが、すぐに会員証を焼き払い、保守派の政治姿勢を保った。1909年帰国し、1910年春に、先生新軍特連校書院に任命された。同年冬。 新軍第39根性教司令部3軍に移動し、さらに参謀権第2票第1英艦隊に任命された。この頃になると、長大鳥は中国同盟会を中心とする革命派士官との間で交流が進み、革命へ継投していく。1911年10月22日、長大鳥ら先生賞の革命派は武将騎議に交応した西安騎議を発動する。 張大鳥は、波太郎また官軍大統領に推挙され、間もなく、先制軍政府を樹立した。同年12月9日、張大鳥は、中華民国新軍政文府大都督に就任した。1912年8月、張大鳥は、遠征外から先制都督に任命された。張大鳥は、遠征外を積極的に支持する姿勢を取り、二次革命では、革命派を鎮圧した。 ところが1914年に、白明率いる軍が、先制省に侵攻してくると、遠征外はそれを口実に、側近の陸立省率いる軍を、白明追討の名目で、先制省に送り込む。長王鳥はこれにより、都督の地位を陸に奪われてしまった。長王鳥は、北京へ召喚され、養衣将軍に任命されたが、実際には官職であった。以後、 何度か、先水省での復権を図るも、それを果たせずに終わる。日中戦争の時期には、先水省の名士の一人として、社会各階層に抗戦を呼びかけた。1949年の中華人民、共和国建国後も、長を取は大陸に止まった。以後、西北軍政委員会委員、西北行政委員会委員、先水省人民政府副主席、 先生省副省長、第一期全国人民代表大会代表などを歴任した。1958年7月29日、西安で死去。去年78、ありがとうございます。